コモドールビジネスマシーンズがリリースした最後の8ビットホームコンピューターである。C128 は1985年の1月にラスベガスで開催されたコンシューマーエレクトロニクスショーで発表された。先代でベストセラーのコモドール64から3年が経過していた。C128 の主任ハードウェアデザイナーは ビルハードである。C128 は先行機種の C64 を大きく拡張したものであり、以前のプラス4とは違い、C64 との最大限の互換性が維持された。新しいマシンは6 4イトの2つのバンクに分かれた1 2 8キロバイトのラムと80桁の RGB ビデオ出力、全体的に 再設計されたケースとテンキーバッドを含むキーボードが特徴である。C128 の電源は信頼性のなかった C64 に対して大幅に改善された。より大きくなり冷却口と交換可能なフューズを備えた。C64 が6510マイクロプロセッサだけを搭載していたのに対して C128 は 2CPU の構成を取り入れた。 1> 第1の CPU は8502であり、2MHz で動作可能な、わずかに改善された6510のシリーズであった。第2の CPU は、ブート時の操作モード選択と同じぐらい、よく使用された CP-M を走らせるための Z80 であった。2つのプロセッサは、並行して動くことができないので、C128 は、 マルチプロセッサシステムではなかった。C128 には3つの動作モードがあった。C128 モードでは、CPU の8502が 1MHz、または 2MHz で動作し、40カラムと80カラムの両方のテキストモードが利用できた。CP-M モードでは Z80 を使用し、40カラムと80カラムの両方のテキストモードが、 利用できた。C64 モードでは先行機種とほとんど100%の互換性を持った。これらの C128 のすべてのモードが Z80 なしで動作することはできなかった。Z80 は初期のブートアップでバスを制御し、C64、C128 のカートリッジが存在するかを調べ、コモドールキーが押されているかどうかを調べた。 見つかったものに応じて適切な動作モードに切り替えられた。ありがとうございます。